ドルフィスーパードルフィーとは、株式会社ボックスによって、製造、販売されている、合成樹脂製の一般向け球体関節人形である、SD と略されることがある。1998年11月、発売開始。1997年に発売された、ボックス製一6サイズカスタマイズドールの商品名が、ドルフィーであり、それを超えるものとして、 スーパードルフィーと名付けられた。当初は小売り模型店であったボークスでは1980年代以降にオリジナルのガレージキット製品を展開し始めた。そのためスーパードルフィーも発売当初は模型雑誌に広告が打たれカスタマイズ方法が掲載されるなど人形というよりはフィギュアに近い扱いがされており販売数、生産数ともに少なく 受注生産に近い形で販売されていた。ユーザーによるカスタマイズを前提とした商品で、着せ替えやウィッグの交換から、ドールアイの取り替えやフェイスのリペイント、果ては、削りや、パテ盛りによるパーツの改造など、様々なレベルでのカスタマイズを楽しむことができる。これまでの合成樹脂製のガレージキットでは、ユーザーの大半は男性であった。その中にあって、初めて女性を、 メインターゲットにした商品であり、ボークスのビジネスに大きな変化をもたらした。塗装を、メイク、バリトリや、パーティングライン消しを、エステと読み替えて推奨したり、サービス化した広報上の工夫も、この製品の特徴の一つである。近年では、日本国内だけでなく、日本国外にもファン層を広げている。 合成樹脂製であるため、日光による照射や教授変化等により応変と呼ばれる劣化が起きる欠点がある。スーパードルフィーはボークスの登録商標であり、60cm サイズ、40cm サイズの合成樹脂製の球体関節人形の総称として、スーパードルフィーの名前を使用するのは誤りである。 2018年4月1日、中原純一の作画を模したスーパードルフィーを、京都高島屋で1人2体までの100体限定で、数量限定の受注生産販売をしたところ、並び屋を駆使した中国での転売目的と見られる1人の男性客により買い占められる結果となった。SD には、公式設定として、10歳、13歳、16歳という年齢が付けられているが、 13歳とされるものは男女共に成人の体つきであり、むしろ10歳の男女の方が現実のローティーンに近い。2001年に SD の成長後の姿として SD13 が発表されたことから従来からの SD に対して自然発生的に10歳の設定が付けられた。同時に MSD を4から5歳とする設定も付けられた。 SD および SD13 のサイズは55から60センチで身長差はほとんどない。SD13 はヘッドパーツが SD より一回りほど小さく作られており、昇進に見せる工夫がなされている。しかし近年では小顔 SD と呼ばれるヘッドパーツの小さな SD が出てきているため一見しただけでは SD と SD13 の区別がつかない場合もある。MSD は2006年に、緑通園バージョン、学ぶ通園バージョンの両モデルが発売されたため、幼稚園児であるとの年齢設定が確定された。しかしながら、特に女児の体型は、幼稚園児というより、小学生の中学年から高学年と見る方が、ふさわしい。初期の SD は、 異次元からの訪問者というキャッチコピーで展開されていた。球体関節とテンションゴムによる創作人形的な構造にパーツの交換や改造といった模型的なシステムを取り入れた SD は、それまでの奇世界人形、ガレージキットフィギュアの中において、まさに異次元であり革新的な素材であった。だが、天使の里聖母降林の儀の前後を境に、 オーナーと SD を密接に繋ぎつける設定展開が盛んになり、それまでの好みに改造できる球体関節人形のガレージキットから購入者の人格を反映する完成品ドールへと変化していった。SD 写真集、もう一人の私にも記載されている SD の世界観と題された図説によると、オーナーと SD はお見玉という陣地を突き抜けた存在でリンクしており、 オーナーと SD は死後も一体の存在であると説いている。こうした疑似宗教的な設定が一部の SD オーナーから嫌われており、抗議運動が起こったことがある。一連の世界観設定の中で霊魂のような意味合いで使用されている、お見玉という単語は一部の新宗教で実際に使用されている言葉であり、 一時はそういった集団とボークスの関係性が疑われたこともあった。2006年11月、関西ローカル局のテレビ番組で SD が紹介された際に、スタジオで社長自らが SD を持つと健康になる等の5つの効能を紹介した。5つの効能とは SD を所有することによって心が癒される、友人が増える、仕事に意欲が湧く。 知識が増える、自分自身を見つめ直せるというものである。無論、これらの心境や、生活の変化は、SD 以外の趣味を楽しむ中でも起こり得るものであり、まるで霊感商法ではないか、とオーナー間で波紋が広がった。なお近年は、天使の里に代表される、前述の独特の世界観を維持する一方、例えば同社の冊子、ちょこっと、 カスタムレッスンボリューム3において限定 SD 企画の現場を記事として載せるといった製品としての側面を同時に出していることもあって以前ほどの騒ぎは見られなくなってきている0 c s d 母 SD に関しては現在多様なサイズで販売されている韓国製キャストドールの国内進出を牽制する意味で設定のみ先行発表したとも言われている SD の流通は、ボークス直営の店舗と通信販売、イベント販売に限られている。販売の際にはオーナーに対して、購入されるという表現はせず、お迎えになるといった表現をして、購入することも一種の儀式として演出される。いずれもボークス直営の店舗、オンライン通販サイトである。京都府佐賀嵐山にある会員制の施設。詳細は、 霞中安、竹内西方記念館を参照。東京都原宿にある機関店。上述の天使の里とは違い、控員でも入店可能。秋葉原店、横浜店、宇都宮店、大阪店、広島店、神戸店、仙台店、札幌店、福岡店の全9店舗で展開。SD であっても、女子の場合はオプションの胴体と交換することで、 成人の体型にすることができる。その場合、アンダーバストとウエストが細くなる。こうすることで衣装の互換性がおおむね保たれているが、2004年10月にラインナップが大幅に変更され、オプションの胴体の単品での販売は行われていない。こうした事情から SD に SD13 の衣装を着せる場合、旧ボディのオプションパーツで、 成人体型にしていない場合は、ドレスのウエストがギリギリになるか着せられない場合がある。SD13 男児 SD16 男児 SD17 男児は一回り大きいので、衣装の互換性は、ほとんどない。SD16 男児 SD17 男児は、SD13 男児よりさらに胸板が厚いため、SD13 男児用の衣装でも着せられない場合がある。 スタンダードタイプのスーパードルフィー同士でも、旧ボディと、新ボディでは、若干のプロポーションの変更が行われているので、レオタードのように体に密着するような衣装に、関しては、互換性があるとは、言い切れないので注意が必要である。2004年10月の新ラインナップ以降、ボークスは、獅子パーツ及びミトソートオブパーツの単品販売を、中止し、ユーザーが交換できるのは手首。 足首、頭のみとなった。しかし、それ以前のモデルでは、パーツ販売が行われるとともに、細かな変遷があったので、簡単に解説する。キューボディとシンボディでは、胴体と脚部の間の球体関節の形状が大きく異なるため、胴体と脚部の間には、部品レベルでの互換性がない。しかし、首や肩の形状が近いため、頭部と腕部に関しては、 互換性がある。ただし、シンボディ以降に、ピュアスキンという名称にて、素材となる、レジンキャストが一新されたため、肌の色や質感は異なる。旧ボディの SD13 は独自の股関節機構を持っており、SD との互換性がなく、また、SD13 少女と SD13 少年の間にも、互換性がない。2004年10月以降のいわゆる、シンボディからは、 少女モデルの関節の形状が統一された。こうして、SD 少女と SD13 少女との間には、胴体と首、四肢の互換性が確立された。なおシンボディ以降は、SD13 と成人体系化された SD とが統合されたことで、ラインナップ上、SD は10歳のみとなり、13歳はすべて SD13 となった。ここでは、 60cm クラスのスーパードルフィーと他の種類の 60cm 級ドールとの頭部などのパーツや衣装の互換性について記す。荒木玄太郎が原型を担当したレジンキャスト製球体関節人形。かつてボークスで販売されており、スーパードルフィーのエキストラモデルの扱いになっていた。首の形状が異なるため加工が必要だが、 スーパードルフィーのヘッドとユノスのボディとの組み合わせが可能である。スリーサイズが異なるため衣装の互換性はない。かつてスーパードルフィーの旧ボディと衣装の互換性があるレジンキャスト製球体関節人形を制作、販売していたメーカー。このメーカーはいわゆるラブドールも制作していた。螺旋ド,ドールには SD と同様に男女のモデルが存在するが、 ボディには、バリや気泡などが多く、スーパードルフィーと比較し品質が劣る。しかしながら、少女タイプの螺旋道ドールには各パーツについて、SD 級少女ボディと互換性があるため、SD 級少女ボディと螺旋道ドールとでパーツを混在させた作例が存在する。特に頭部に関しては、顔立ちや表情の独自性を求める一部のスーパードルフィーオーナーの指示もあって、 比較的受け入れられている。このため、スーパードルフィーのボディと組み合わせた作例がいくつか、インターネット上に公開されている。なおラ先導は、ドルフィードリームを意識したようなプロポーションの、レジンキャスト製球体関節人形を、新ボディと銘打って発表したが、実際に流通したかどうかは不明である。母体経営者が、品質利益を強いたことから職人総辞職。 日本国外のメーカー製のレジンキャスト製の球体関節人形の韓国メーカーが多く参入しているため韓国製ドール、カンドルなどと呼ばれるが中国やアメリカのメーカーも参入しているスーパードルフィーとパーツや衣装に互換性がある肌色や質感が若干異なるもののメイクや衣装でごまかせるためスーパードルフィーのヘッドや ボディと組み合わせた作例がいくつかインターネット上に公開されている。参入メーカーが多いためパーツのバリエーションが多く、メーカーごとの個性が強いことから熱狂的なファンが存在する。一方で、スーパードルフィーやユノアと酷似したドールを販売しているメーカーが存在する。60センチクラスのカスタマイズドールには、 オビツ60のように、スーパードルフィーとある程度の衣装の互換性があるものが存在する。なお、アタッチメントを自作することで、オビツ60にスーパードルフィーなどの頭部を取り付けることも可能である。スーパードルフィー用の衣装や、グラスワイなどのオプションパーツの流通量は、他の同クラスの人形用の衣装よりも豊富なので、オリジナルのドールの製作者の中には、 スーパードルフィーとの互換性を意識して制作しているものがいるため創作系ドールの中にはスーパードルフィーと互換性を持つものがある。またスーパードルフィーに限らずドール用のオリジナルヘッドのみを制作販売しているメーカーも存在するリアルミッシングリンクなどヘッドサイズが10インチとスーパードルフィーのヘッドサイズと近いことからウィッグや ヘアアクセサリーは共有することができる。プーリップヘッドをスーパードルフィーボディと組み合わせたものもいるが、かなりの技量を要する。大型のフィギュアの頭部をスーパードルフィーボディと組み合わせたものもいるが、かなりの技量を要する。ボークスはアサヒのラマ館のスーパードルフィーパーフェクトカタログの116ページ目において2003年に 韓国のソウルに進出したことをレポートする文章の中で残念なことにスーパードルフィーの類似品の存在が明らかになったと主張しそれらを法の目をくぐり抜けようとした確信犯的類似品などと表現して非難しておりドールイベントへの海外製キャストドールの持ち込みを規制しているその次のページでは 京都府警に検挙された日本国内のスーパードルフィーの模造犯に関するレポートが掲載されている。2006年に開催されたドールイベントで、衣装券の侵害を理由に SD とその関連製品に類似した海外製ドールの持ち込みを禁止するという規制が設けられ、その曖昧な基準をめぐって、現在も議論が絶えない状態である。一方で、 USD や SD16、SD17 は以前から外国製キャストドールで高い人気があった小型幼児タイプと昇進青年タイプの模倣ではないかという見方もある。ありがとうございます。